中年オタッキーです。先日はね、このニコン F3 を紹介しました。プロ用カメラとしてね、一世を風靡したこのニコン F3 ですけどね。まあやっぱり注目度も高いみたいでね、動画も伸びております。ニコン F3 をね、紹介されている動画ね、まあいろんな方がね、いろんな形でアップされておりますが、まあ作例を出している人は多分僕ぐらいだったのかなと思いますけどもね。で、今回はね、まあ、ニコン F3 をね、紹介したらこのカメラはちょっと紹介せざるを得ないだろう。まあ、オタッキーはね、この動画を始めるまではもうガチガチのキャノン派でした。まあ、この動画を始めてしばらくもキャノン派だったわけですが、最近ね、いろんなメーカーのね、カメラを使うようになってね、この動画がきっかけでいろんなメーカーを使うようになって、どのメーカーのカメラもね、素晴らしい特性を持ってるんだなってことをね、痛感するようになったんですけども、まあそれ以前はガチガチのね、キャノンだったんですね。というわけで、ずいぶん昔から所有しているこのカメラ。はい。ね、これキャノンニュー F1 ですね。を紹介していこうと思います。かなり長い間愛用しているこのカメラ、堅牢性もバッチリですし使いやすさも最高です。それではどんな感じでいいのかというところを紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回紹介するこのキャノンニュー F1 ですけどもね、発売されたのが1981年、ニコン F3 が登場した1年後ということになりますが、これちゃんとね、発売時期この81年になる理由がちゃんとありまして、このね、前のモデルね、よいしょ、はい、これは旧 F1 ですね。僕が持ってるのは後期になりますけど、この旧 F1 がね、1971年に発売されたんですね。で、発売された時のキャッチコピーでね、10年このまま行きますと、10年買えませんっていうね、ことを公約してたわけで、10年後にきっちりね、ニュー F1 を、発売するということになってますね。で、発売時の価格が149,000円、これアイレベルファインダーボディのみの価格ですね。これがね、一応途中でね、モデルチェンジ、一応後期型っていうのがあるみたいなんですが、それになった時に178,000円確かね、値上げされたと思います。で、発売時期はね、まあ、ニコン F3 には及びませんが結構長くて、81年に発売されてからね、1996年まで15年間販売され続けたカメラになりますが、製造はね、1992年で終了してまして、その後4年間はね、まあ在庫をはいてたっていうね、時期になるみたいですね。で、シャッター幕はニコン F3 と同じくね、横走り、チタン幕フォーカルプレーンシャッター。で、ニコン F3 と大きく違うのが、シャッターの制御です。このカメラね、電子制御と、機械式のハイブリッドになってます。で、メーカーのね、案内ではね、90分の1以下が電子制御で、90分の1以上とバルブが、機械式っていうふうになってるんですけども、どうもね、触った感じでは、全速電子制御のような気がします。もう、バラしたことないからわかんないんですけども、サイトによってはね、電源が入っているときは、全速電子制御って紹介してるサイトもありますが、僕もそうだと思います。その根拠としては、電池を抜いたらこのシャッターのストロークが全然変わるんですね。電池を抜くとね、ストロークが重くなりますし、長くなります。で、電池を入れるとね、浅く軽くシャッターが切れるようになりますね。ということでね、ちょっと変わった構造でありますが、これ多分ね、世界でこのカメラだけなんじゃないかな、こういうのはね。スローだけね、2秒以上のスローシャッターだけ電子制御っていうのはキャノン EF っていうカメラがありましたが、こういう変わった構造なのはね、ちょっと、ニュー F1 ぐらいじゃないかなと思いますね。でね、これ、はっきり覚えてるんですけども、
復活の日っていう映画がね、角川映画があったんですが、これ南極大陸とか北極とかでね、ロケをするんですけども、でスチル写真の撮影班はね、その当時最新型だったニコン F3 を、持っていくんですが、ほとんど使い物にならなかったんですね。もう60分の1でしかシャッター切れなかった、電池がいりますんで、でマイナス30度とかマイナス40度でね、使うということになって、まあほとんど使い物にならなかったんですね。でその直後にね、キャノンニューウェファンが発売されて、ニューウェファンを持って行ったら南極のね撮影もね、滞りなく、使えたのにねっていうね、なんか記事を読んだことがあります。そういうわけでね、これマイナス50度で動作故障というね、恐ろしいカメラですが、果たしてマイナス50度に耐えれるフィルムがあるのかっていう話なんですけどね。あとね、一般ユーザーとしてはね、そのマイナス20度30度でね撮影する機会があるのかっていうこともありまして、まあそれはちょっとオーバースペックだろうっていうことですが、まあ一応マイナス50度でもちゃんと動くそうです。でね、キャノンニューウェファの、ね、特徴的なのがこのファインダーの中のスクリーンですね。まあ、ファインダーもね、これアイレベルファインダーなんですが、これを交換することによって、絞り優先 AE が可能になるんですけども、実はアイレベルファインダーでも絞り優先 AE できます。これね、よっとオートになってた、オートにしますね。よいしょ。で、今 ISO100 なんで、果たしてどうかな。うん。これ今開放なんですね。絞り込みますね。投げ。100なんで、ほら。で、AE 効いてます。そんなわけでね、アイレベルファインダーでもね、別に絞り優先 AE はできるんですよ。で、もう、絞り値がわからない。シャッタースピードね。シャッタースピード、現在のシャッタースピードがわからないということで、まあ、その情報をね、しっかり知りたい人は、AE ファインダーで、AE を使うのがおすすめになりますね。で、よくね、勘違いされるのは、これね、まあ、ワインダーついてるんで、僕のはね、シャッター優先 AE もできるんですけど、このシャッター優先 AE は、この絞り輪をね、A の位置に合わせて、行うんですが、この絞り輪の位置が A で、シャッタースピードも A だったらプログラムシャッターになるのかと、いうね、疑問が発生するんですが、なりません。これはね、ほら、これね、A の位置に合わせるともうね、絞り込んだ状態で固定されるみたいです。で、残念ながら、プログラム AE はできません。これ知らない人多分多いんじゃないかなと思いますけどね。巻き上げの感触はね、もうニコン F3 にはね、愕然と劣るものになります。ちょっともう AE 解除しようか。ガリガリ。ガリガリっていう感触なんですね。まあ、これが好きっていう人ももしかしたら、もう巻いてる感触があるって好きっていう人もいるとは思いますが。で、そんなわけでも、僕はあんま好きじゃないんで、ワインダーをつけてます。ワインダーは、あれ?あ、よいしょ。まあ、こんな感じのね、秒間2コマぐらいのワインダーになってますね。でね、僕のはね、スポット速攻に変えてあります。ここがキャノンニューF1のね、結構でかいアドバンテージで、速攻方式を変えれます。アイレベルファインダー、まあ、ファインダーを外しますと、まあ、ファインダースクリーンが簡単に取り出せるんですが、老眼鏡かければよかった。よいしょ。はい、ここにね、ピント合うかな?これ SE って書いてありますね。この S がつくとスポット速攻です。でね、P がつくと中央部部分速攻。で、A がつくとアベレージなんで、中央部重点平均速攻って、まあ、この3つの速攻方式が部品交換をすることで、
変えることができますね。ニコン F3 は中央部充填平均速度固定なので、ここはちょっとアドバンテージになりますね。標準のファインダースクリーンは多分ね、P だと思う。PE だと思います。つまりね、中央部部分速攻になります。実はこれね、中央部分速攻はこのキャノン QF1 も同じなんですね。スポット速攻的な使い方もできるんでね、結構ね、使いやすい速攻方式だと思います。まあ、中央部充填平均速攻に慣れている方には使いにくいかもしれませんが、僕的にはこれがね、非常に使いやすくなってます。リバーサルでね、撮るときもね、すごくいい感じで撮れますね。で、SPC 素子を使ってますので、現在でもね、劣化することなく、速攻のね、精度が保たれているものが多いと思いますが、まあ、さすがにね、発売から時間が経ってるんでね、まあ、中古で購入してね、精度が狂っている場合は、オーバーホールとかね、調整に出した方がいいかもしれません。未だにね、日傘カメラサービスさんとかでね、オーバーホール、まあ、結構いい、あちこちでね、オーバーホールの受付されてる、東京カメラリペアさんとか、その辺もね、受けているとは思います。でね、ここからはね、ちょっとね、この動画作る予定がなかったんでね、過去の写真ね、かなり長い期間の、写真をちょっとかき集めて9枚集めましたんで、作例を紹介してまいります。作例を紹介していきますが、この最初の写真と2枚目の写真は、ケントメアパン100で、レンズがね、FD50mm F1.4SSC で撮影しております。で、ここからはね、FD135mm F3.5SC、これね、虹色合素が出ておりますがね、ベルビア50で撮ってます。で、これもベルビア50でね、FD24mm F3.5SSC で撮ってますね。これは FD135mm F3.5SC で撮ってます。これでもベルビア50ですね。でね、これはね、70-210F4 っていうズームレンズで、プロビア 100F で撮影しておりますね。で、ここからはね、FL50mm F1.4 初期型でね、フィルムがね、ネオパン400。ネオパン400、プレストじゃないですよ。ネオパン400で撮ってます。このね、ポートレート写真3枚ありますが、これはね、僕は高校生の時に撮影した、写真になりますね。非常に懐かしい写真になってます。これツイッターとかではね、流しましたけど、多分動画で、流すのは初めてじゃないかな。でね、このカメラね、非常に私にとって思い出深いカメラになるんですが、高校生の時にね、買ってもらってね、新品で買ってもらって、ロサンゼルスオリンピック仕様もね、購入してもらいまして、でね、5年後ぐらいにね、兄貴にね、あげるんですね、そのカメラをね。まあ、仮パクされるという表現の方が、まあ、適当かもしれませんが。で、どうしてもやっぱね、ニューエファンが使いたいということで、これ、十数年前にヤフオクで5万円ぐらいで買った個体になるんですね。で、その時にね、スポット速攻の、ファインダースクリーンも購入して、スポット速攻に交換するんですけど、アベレージがついてたんです。中央部充填平均速攻のやつがついてたんですけど、それもね、引っ越しの時にどっかなくしちゃっても、完全にこれスポット速攻専用機になってるんですけどね。まあ、とにかくね、重たいです。まず、ボディだけでね、800グラムあります。これも、ニコン F3 が715グラムということなんで、かなり重たいと思いますね。だからもう僕、モータードライブなんかつける気になりません。もう重すぎて使えないですよ。そんなわけで。まあ、これね、モータードライブじゃない、ワインダーをつけた理由はね、AE を使いたいというわけじゃなくて、これ縦振りがあるんですね。縦振りがあるんで、これね、縦位置レディーズか、が使えるので、これを好んで、使ってます。ね、非常にね、いいカメラ、で、撮影もね、本当に楽しいものなんですが、ニコン F3 に決定的に負けているポイントがファインダーシェア率ですね。ファインダーシェア率ね、97% なんですね、これがね。100% いってないんです。キャノンのね、FD マウントで 100% いってるカメラはないのかな?これね、多分なんですけどもね、これ、フランジバック。フランジバックがね、FD マウントのね、カメラはね、非常に短いんですね。
これが多分影響してるんじゃないかなと。 100% 視野率をね達成するのが無理だったのかなと。旧 F1 は 96% ですね。でニュー F1 が 97% で 100% いけてないんですね。ここがまあキャノンニュー F1 の決定的な弱点であるということですが、まあそこを除いてはほぼパーフェクトな作りだと思いますが、このハイブリッドシャッターというね、この変わった構造が現在ではちょっと足かせになってるみたいですね。どういうことかというと、まあフルメカでもないと。で電子制御が入っていることで、電子制御が潰れているキャノンニューエフは結構あるみたいで、高速シャッターしか切れないっていうのもあるんですが、まあ複雑な構造になっていることが原因になっているのか、メカトラブルも結構出るみたいですね。まあさすがにちょっと古いっていうのもあるんですけどもね、シャッターが巻き上げて切れなくなったとかね、ミラーがね上がって切れなくなったとか、まあそういうメカトラブルもあるので、注意が必要です。まあトラブルが出たらね、メンテナンスに出せば治るとは思いますが、電源が入らなくなったやつに関してはもうちょっと厳しいと思いますね。ここが電子カメラの弱点ということで、まあそれはニコン F3 にも言えることなんですけども、販売が終了してね、もう20年以上、経過した電子カメラということで、電子系がね、潰れるリスクはもう当然あると思います。どうしてもそれが嫌っていう方は、このね、まあ、キャノン F1、旧 F1 とか、まあニコン F2 とかね、一体何台カメラ積んでんだまあこの辺を選択するというのもありなんじゃないでしょうかね。でもまあね、この、最後の MF フラッグシップ機のねこの2台、おっとっとっと、非常に良いカメラで楽しく写真が撮れます。知らずに死ねるかっていう感じですね。はい、今日のねカメラ紹介ね、ちょっとね、あの普通の動画を作る人からしたらちょっと違った視点で、紹介してまいりました。でね、まあ、このカメラ2台ね、構造とかね、その辺を徹底的に比較する動画も今後作っていこうと思います。はい、今日の動画はこんな感じ。ここからはね視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナー、今日も5名の方の作品を紹介してまいります。トップバッターはどんぶりさんですね。中年オタッキー様、いつも楽しく動画拝見しております。長い間出番がなかったヤシカエレクトロ 35MC の映りを試してみたくて、夏の終わりの猛暑の中、三田の有馬富士公園に出かけてきました。いやー、ピントさえ合えば一眼レフも顔負けする良い描写をするカメラですね。3枚目の写真は切り株と芝生を撮ろうとしてシャッターを押したら知らない小さな女の子が飛び込んできましたということですね。いやこれね、3枚ともいい写真なんですがね、この3枚目のね、女の子が飛び込んできた写真、これハプニングで結構面白い写真になってますね。いやどれもね写りが良くてね、まあこれ富岡工学がね製造する、レンズなんですけども、ゾーンフォーカス式だったかな、 35MC はね、非常にコンパクトなカメラなんですけどもね、写りが良くてね、今でもファンが多くて結構いい値段で取引されてるカメラだったと思いますね。はい、どんぶりさんありがとうございます。次は龍介さんの投稿ですね。中年オタッキーさん、こんにちは。今回は作品投稿したいと思います。1枚目は奈良で撮影したものです。カメラニコン F3、 レンズはコシナのカールツアイスプラナー T50mmF1.4ZF、 フィルムはロモグラフィーカラーネガティブ400です。2枚目は地元を撮影したものです。カメラニコン F アイレベル、レンズはオートニコル 50mmF1.4、 フィルムはコダックエクター100です。これからも動画撮影頑張ってください、応援していますという、ありがとうございます。で作品なんですけども、1枚目はね、ワンピースの女性に襲いかかる鹿が2と、もうちょっと頑張れって感じなんですけどね。2枚目はね、猫の非常にね真剣な中、獲物をね、狙っているような眼差し。結構この猫ね、耳たぶがちぎれてるんでね、オス猫かな、喧嘩慣れしてるような感じがしますね。はい、これ非常にね、良い図になっております。どちらも良い写りになっております。龍介さん、ありがとうございます。次がね、ヒデさんの、作品ですね。
ヒデさんです。中年おたきさんこんばんは、毎回楽しく拝見しております。まだまだ暑い酷暑の東北ですね。 あまりに暑いので近所で撮影してました。この写真が紹介される頃に秋めいていることを期待しています。カメラはね、ニコン F3 ハイアイポイント、レンズニコール F2.528mm と、F2.050mm の2本を使ってます。フィルムはコダックカラープラス203枚、組写真でお願いします。作品名は雑草の中。すべて夕方の逆光を狙ってレンズを変えながら、絞り値は8固定、シャッタースピードは60から500にして撮影しました。よろしくお願いいたします。1枚目からいきますけどもね。これすべて逆光ということですが、ちょっと1枚目は中途半端なんですけど、実はこの1枚目が結構好きですね。光の具合がね、いい感じになってますね。まあ、コントラストもね、落ちてないですね。2枚目なんですけどもね、2枚目完全に新逆光ですがね、コントラスト落ちてないんですが、これ、ちょっとボケがね、2000ボケになっているのかな。で、3枚目はね、非常にちょっとフレアが出ておりますが、このフレアもなかなかいいな、いい色のフレアになっておりますね。このね、猫ジャージなんちゅう植物だったっけ、もう忘れちまった。非常にね、逆光が似合う植物、まあ秋は逆光が似合う植物結構ススキとかね、多いんですけどもね、まあ逆光が似合う植物の一つということで、被写体にもいいんじゃないかと思いますね。夕日がね、濃い時間とかにとって色をね、さらに加えるのもいいかもしれません。はい、ヒデさんさん、ありがとうございます。次はね、サムライジャパンさんから2枚ですね。1枚目がね、タイトルが2人、2枚目がね、我が町の夕暮れということで、どちらもカメラはコニカ C35FD、高い方ですね。フィルムがコダックカラープラス200を使用しているということですね。で、作品なんですけどもね、これ馬がね、2頭、いかにも北海道って感じで、なかなかね、これ厩舎なのかな、厩舎から顔を出してる馬さんが2頭なんですね。で、2枚目がね、これどこだろうな、函館かどっかかな、まあ、ちょっとわかんないんだけど、まあ、夕暮れ、小樽かな、非常にね、いい色のね、夕暮れでね、これレンズ40ミリぐらいですよね、コダックのね、あ、じゃあコニカ C35F40 ミリぐらいだと思うんですけど、結構広がりのある写真でいい写真になっておりますね。うん、なかなかだと思います。はい、今日のね、作品投稿のコーナーはここまで、投稿ありがとうございました。ここからはね、ちょっと俺のカメラのコーナー投稿がないのでお休みになります。やったらやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったコーナー、またしても秋潤さんの投稿になりますね。やったやっちまったのやったに投稿です。前回のミノルタ α7000 見てください。結局グリップ川張り赤ライン入れました。最高にかっこよいです。レンズ前玉カビは綺麗に掃除できました。もう一つの後玉カビレンズは私の力量では無理っぽいのでやめときますということですね。レンズ化粧板をなんとか回して外したらレンズがポロッと2枚外れてきてビビりましたが、なんとかなりました。以上ですということですね。これ70-210のレンズをね、前玉をね、外したということなんですけどもね、このぐらいの時代のレンズになるとね、結構ね、位置決めがいい加減でね、手動でバラすとセンターが狂うことがありますので、まあ、慎重に組み付けてくださいね。肩ボケとかの原因になってきます。まあ、試写してみてね、肩ボケが出てなかったら、まあ、OK なんですけどね。はい、今日の動画はこんな感じになります。俺のカメラのコーナーとかね、他のコーナーの投稿が来ておりません。まあ、今投稿していただければね、スパッと紹介されますので、ぜひということですね。で、作品投稿のコーナーもまだまだ募集しておりますので、ぜひぜひ投稿くださいませ。ちょっと待ちができておりますね。今日の動画はこんな感じです。いかがだったでしょうか。もうね、本当にね、もうワンがつく、カメラですね。まあキヤノンの場合はワンがつくと大体、フラッグシップになっていくんですが、まあ AE1 とか A1 除きますけど、 AL1 とか除きますけど、キヤノンはね、そのニコンと違ってニコンは F、F2、F3、と言ったんですけど、キヤノンは F1、ニュー F1 って言ったんですね。この時にね、結構ね、みんなの間で囁かれてたのが、このニュー F1 の次は一体どうなるんだろうなって。
ニューニュー F1 なのかなとかいう話がね、盛り上がってましたが、結局ニュー F1 はここで終わっちゃったんですね。もうオートフォーカスの時代になって EOS1 に、なっていきましたんでね。EOS1 はね、EOS1、EOS1N、EOS1V とまあ進化していくんですけどね、ネーミング的にはうまいこと考えたなと思います。まあニュー F1 もね、まあ F3 もそうですがね、もう本当にね、いいカメラですのでね、もう余裕がある方、今ね、もう昔に比べたら非常に買いやすくなっております。2万円台でもね、まあ十分なコンディションのものが、ちらほら、されておりますので、まあね、購入してね、使っていただければと思います。非常に、いいカメラで、まあ、満足できるカメラだと思います。はい、今日の動画はねこんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。チャンネル登録、まだの方はねぜひぜひ、結構ねの勢いでねチャンネル登録増えて月100名ぐらいのペースで、増えております。で高評価コメントの方ねぜひぜひ募集してくる、コメントくださいね。コメントね返すのにちょっと遅れておりますがね頑張ってコメント返していきますので、ぜひコメントの方よろしくお願いします。で、高評価はね、もうポチッと押すだけなんで今すぐ、ポチッと押していただければと思いますね。はい、結構長いこと動画をね、作ってるんですけど、あんまりアンチができないというかね、低評価が少ない、本当に嬉しく思ってます。結構ね、そのアンチができそうな動画をたくさん作ってるんですけどね、その割にはね、その、低評価がね、少ないということで、本当に嬉しく思ってます。これからもね、応援よろしくお願いします。はい、次の動画はね、ちょっと未定になっていくんですが、ペンタックスの SFX か、ペトリの F2 か、そちらのね、作例がうまいことできてたら、紹介していこうと思ってます。はい、じゃあ、まあ、次の動画までこうご期待ということでね、今日の動画は終わっていきます。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。